ワン第三節、15日、C 大阪4対1清水、ヤンマー、C 大阪が4対1で清水に快勝し、今季ホーム初勝利を挙げた。前半32分に勝ち越しゴールを決めた DF 山下達也、26、ラフクヘイが活躍。ウルグアイ代表 FW ディエゴ、フォルラン34、は不発に終わったが、セットプレイでマークを引きつけるなどチームプレイで、3位浮上に貢献した。G 大阪は敵地で仙台とスコアレスドローだった。大物助っ人が不発でも、セレッソが強さを見せつけた。怒涛の4ゴールで今季ホーム初勝利。得意のヘディングで決勝弾を決めた DF 山下は笑顔で振り返った。後ろから走り込んだら、いいボールが来た。結果に結びついてよかった。1対1の前半32分、DF 丸橋の右ショート CK から、DF 坂本のクロスを高い打点で合わせた。同15分には縦井のロングパスで丸橋の先制弾をアシスト。さらに後半42分の DF カチャルのダメ押し弾にも絡み、守備陣で全4ゴールのうち3得点をもぎ取った。1998年8月の敗戦以来、リーグ戦での対清水はこれでホーム12試合連続負けなしだ。福平の活躍で3位に浮上した一方、公式戦5試合目の出場となった FW フォルランの初ゴールはまたもお預け。後半2分、MF 南野のパスから相手 GK と1対1の絶好機を迎えたが、左足のシュートは阻まれた。23,323 人のサポーターから大きなため息が漏れたが、大事なのは僕がゴールを決めることではなく、チームとして機能すること、と背番号10。その言葉通り、セットプレイでマークを引きつけて、おとり役になったことがゴールにつながった。前線の選手はタレントが揃っていて相手に警戒されている。こういうのがオプションになればいい、と山下。数字には現れない周りを生かすプレイだが、これもフォルラン効果の一つだ。お互い今まで以上に分かり合えるようになった。一人ではゴールを決めることはできない。今日の試合はチームメイトの協力を感じた。あとはチャンスをものにするだけ。フォルランは連携面の向上を感じている。ゴール前での決定力は、ダブルハイ得点を獲得で証明済み。次戦は18日、ホームでの ACL ブリラム戦。今度は確実に仕留めてみせる。